迫です。両者一歩も引かない。プライドとプライドがぶつかってるんだ。これは危険ですよ。どういうことですか。二人の異常に上気した方を見てください。アドレナリンの過剰分泌、今二人の筋力は人間の限界を超えているんです。このままじゃ腕が使い物にならなくなる。そんな、どうして、どうしてそこまでして頑張るんですか。一見すると死闘に見えるこの試合だが、実際のところほどほどだった。手をつないでいるこの時間に意外と幸福感があった。元より勝つつもりがない篠宮、相手よりちょっと強い力で応じこの位置をキープ。最終的に勝つ気ではあるが、これは普通に勝てると判断した白金。両者試合の引き延ばしに入っていた。あと1分はこのままで程よく負けましょう。さすがに汗もかいてきましたし。汗、私の、うおー